ホーチミン、ホーチミン、1890年5月19日から1969年9月2日は、ベトナムの革命家、政治家。植民地時代からベトナム戦争まで、ベトナム革命を指導した、建国の父である。初代ベトナム民主共和国主席、ベトナム労働党中央委員会主席。幼名は、グエン・シン君。青年後は、グエンタとタイン。 第二次世界大戦までに使用していた、変名のグエンアイコック、でも広く知られる。ベトナム人民からは、親しみを込めて、法王ジさん、バック法、の愛称で呼ばれている。ホーチミンは、フランスの植民地、フランス領インドシナであったベトナム中部の下ン省の、貧しい受学者、グエンシンサックの子として生まれた。父の影響を受けたホーチミンは、幼少から、 論語の素読を学んで中国語を習得した。父が県庁の宮廷に出資するようになると、ホーチミンも父と共に都の笛に移り、ベトナム人管理を要請する国学でフランス語も学ぶようになった。しかし、在学中に農民の公税運動、不益納税に反対する運動に携わったため、フランス当局に目をつけられて退学処分とな。その後、ラミラル、 ラトゥーシュイコールトレービル号という船の見習いコックとして採用されたホーチミンは1911年6月5日サイゴンを出版してフランスへと向かった同年7月6日にマルセイユに到着し初めての外国暮らしを体験するマルセイユのカフェでコーヒーを注文した際に従業員から人生で初めてフランス語でムッシュとフランス人から敬語で見かけられて感激するなど この時の生活は法にとってすべてが物珍しかった。また、フランス本国にも植民地の原住民として虐げられているベトナム人と同様に貧しいフランス人が存在し、フランス人も一様ではないことも発見した。この体験は後の方の深刻化建設にも影響することとなる。9月15日に植民地学校の入学願書を提出した後、法はラミラル。 ラトゥーシュイコールトレビル号で一旦サイゴンへ戻った。役人を罷免されて高知市内に移り、カンボジア国境近くのゴムのプランテーションの労働者や薬の行商人として生活していた父を探すためである。頬は高知市内に数週間滞在し、再び同じ船会社の船でマルセイユへ向かった。マルセイユに戻った頬は 植民地学校の入学願書が不受理となっていたことを知り、入学を断念した。その後、法は世界を見てみたいと思い、船員として働くことを希望した。以後、法は船員としてアルジェリア、チュニジアなどのフランスの植民地とアメリカ合衆国、ラテンアメリカ、ヨーロッパ諸国を回った。1913年、アメリカ合衆国を離れた法は、 英語を本格的に学ぶためにイギリスに移住した。1917年12月にパリに戻ったが、この年に起こったロシア革命は彼の思想に大きな影響を与えた。パリに戻ったホーチミンは政治活動を本格化し始めていった。1919年初頭、ホーはフランス社会党に入党。同年、安南愛国者協会を組織して事務局長となった。 この年、第一次世界大戦の講和会議である、パリ講和会議が開催されたが、法は安南愛国者協会を代表して、会議に出席し、8項目からなる、という請願書を提出した。これは、すべての政治犯の釈放、報道と言論の自由の保障、結社と集会の自由の保障など、植民地のベトナム人も、本国のフランス人と同等の権利を保障することを、 要求するもので、植民地独立を要求するものではなかった。法は、この請願書を提出するとき、本名の、グエンタと、タイン、玄筆主義ではなく、グエンアイクオック、玄愛国として署名した。以後、法は本名を名乗らずに、グエンアイクオックとして、政治活動を行うことになる。そして、パリ講和会議で、安南人民の要求は採択されなかったものの、グエンアイクオックの名は、 音拳なナショナリスト、民族主義者として世界に知られることとなった。1920年7月、フランス社会党の機関誌、ルマニテに、フランス語に翻訳されたウラジーミル・レーニンの、民族問題と植民地問題に関する提ー原案、が掲載された。これに感銘を受けた、法は、同年12月、フランス共産党の結成に参加した。1923年に、 ソビエト連邦にわたり、コミンテルン第5回大会で、アジア担当の常任委員に選出された。こうして、法は、共産主義者となった。しかし、法にとっての主要な課題は、共産社会の実現よりも、民族自決すなわち、ベトナムの独立であった。中華民国で、第一次国境が施策が成立し、北伐が開始されると、彼も関東に赴き、 ベトナム青年革命同士会を創立した。1930年にイギリス領香港で、それまでに組織されていた三つの共産主義組織の代表を集めて、それらを統一して、ベトナム共産党、まもなくインドシナ共産党と会商を創立した。だが、法の民族解放を重視する姿勢は、民族問題をあくまで副次的なものと捉えるコミンテルンからは、 一旦視され、1930年代のコミンテルン内部のベトナム人の共産主義者のグループでは、法は権力の中枢から阻害されていた。そのため、日常の実践活動から外され、国際霊人学校や民族植民地問題研究所での学習生活を強いられた。その後、コミンテルンが1935年の第7回大会で、 反ファシズム統一戦線に路線転換して民族問題を重視するようになり、法の姿勢はコミンテルンの主流となった。そして法のライバルとなるベトナム人共産主義者の指導者たちがフランスによって弾圧され、コミンテルンを代表するベトナム人共産主義者が法ただ一人となったことにより、法は政治活動の第一線に復帰したのである。 1939年に第二次世界大戦が勃発し、1940年6月にはドイツがフランスを占領したため、世界各地のフランスの植民地政府は、新独のビシー政権に就くか、反独活動や連合国の亡命政権である自由、フランスに就くか選択を迫られた。フランス領インドシナ、フツインは、最終的にビシー政権に着くことを選択したこともあり、 ドイツ政府と手を結んだ大日本帝国との対立を免れたが、大日本帝国は、ビシー政権の承認のもとで、南方進出の一環として1940年には、普津印北部に、1941年には、普津印南部に進駐し、普津印進駐、ビシー政権との関係を維持するため、植民地政府、フランスインドシナ政庁との共同統治体制を敷いた。 これに先立ちホーチミンは、イギリス領香港、ソビエト連邦のモスクワ、中華民国の沿岸、中国共産党の中央根拠地や雲南省などで活動を展開していたが、インドシナ半島情勢の急展開で、1941年に雲南省から国境を越えて、祖国ベトナムに30年ぶりに帰国し、カオバン省に入った。はここで、ベトナム独立のための統一戦線組織、 ベトナム独立同会、通称、ベトミンを組織してその主席に就任し、これまでベトナムを支配してきたフランスに代わり、新たに、ベトナムの事実上の総主国的存在になった日本に、対する武装闘争の準備に着手し、しかし、ベトミンは、軍事的にあまりにも弱体であったため、法は1942年8月に、中華民国に赴いて、日本軍と戦っていた。 小解析に協力を求めようとした。この時より法は従来のグエンアイクオックではなく法治民の名を使うようになった。だが中華民国との協力関係を結ぼうとした法は中国共産党の勢力拡大を嫌う中国国民党の地方軍閥政権によって逮捕されてしまう。13ヶ月間も各地の論国をたらい回しされた後釈放され、 1944年にようやく根拠地に帰った。大日本帝国軍の敗北が決定的になった1945年8月、ホーチミンは政権ラッシュに向けて行動を開始した。8月13日から8月15日にかけて、法はタンチャオでインドシナ共産党全国大会を開き、全国的な双方期を受け継ぎする。八月十五日に大日本帝国が、 ポツダム宣言を受諾した旨、玉音放送を通して短波放送で伝え、ベトナムが事実上無政府状態となると、法は8月16日、国民大会を開催して、臨時政府となるベトナム民族解放委員会を選出し、国際的に知られた名前であるクエン・アイ・クオックの名をもって、全国総放棄のアピールを発した。こうして、ベトミンの指導下に、全国的な民衆放棄すなわち、 ベトナム八月革命が始まった。八月十九日、フランス領インドシナの中心都市であるハノイで放棄が起き、八月二十三日には、県庁の首都であるフエでも放棄が発生して、ベトミン軍が権力を掌握した。南部の中心都市であるサイゴンでも八月二十五日に民衆放棄が発生。放棄キいるベトミンは、ベトナム全土を掌握していった。月日、 民族解放委員会が解組されて、ベトナム民主共和国臨時政府が成立し、法は首相権外相に選出された。8月30日に、バオ大帝が退位し、日本の傀儡国家となっていた、現朝ベトナム帝国が滅亡した。かくして、大日本帝国政府が停戦に署名して、第二次世界大戦が終わった同年9月2日、法ミ民は、ハノイにおいて、 ベトナム独立宣言を発表し、ベトナム民主共和国を建国して、国家主席兼首相に就任した。この間、法は、ベトナム民主共和国の国家建設を進めていく。国家主席兼首相に就任した、法は、社会主義を国家運営の原則とした。しかし、建国の際に発表された、閣僚名簿では、閣僚15名のうち共産党員は6名で、 残りの9名は非共産党員であった。また1945年11月には民族統一を優先して共産党が全面に出ることを避け、諸勢力を急合するためにインドシナ共産党の解散とベトミンへの合流を宣言した。当然、共産党解散は偽装工作であり、ベトミン内に共産党組織は温存されたものの、1951年2月に、 共産党が再建されて、ベトナム労働党が結成されるまで、公然と共産党は活動できなかった。1946年に、法が中心となって制定された憲法には、社会主義国家に見られる、共産党組織による国家の指導規定は見られず、人権規定や、私有財産権については、フランスやアメリカの憲法を参照したと見られる。つまり法は、ベトナム民主共和国の、 社会主義化を全身的に行おうとしたのである。独立を主張するベトナム側とフランス領インドシナの主権を主張するフランス側の交渉は難航を極めた。この間にもフランス軍がベトナム南部へ増派されていった。ホーチミンは粘り強くフランス政府と交渉を続け、1946年3月にハノイ暫定協定を成立させて、 ベトナムの独立を認めさせた。本協定調印のために突出したが、ここでフランス政府が高知品を分離して、そこに新仏政権高知品共和国を樹立したことを知らされ、交渉は妥結直前で決裂した。同年12月17日、フランス軍はハイフォンでベトナム民主共和国軍への攻撃を開始。12月19日、ホーチミンは 全国民に抗戦を訴えるを発表して、徹底抗戦に入った。これが7年間にわたる、第一次インドシナ戦争の始まりである。民主共和国軍は、平野部から撤兵して、北部山岳地帯ディエンビエン風にこもり抵抗を続けながら、装備に勝るフランス軍をやがて防エ園ザップ率いるゲリラ戦で圧倒し、1954年、ディエンビエン風の戦いで、フランス軍に、 致命的な打撃を与えた。その結果、ジュネーブ協定が締結されて、フランス軍は70年に及ぶ植民地支配の末に、インドシナ半島から駆逐された。第1次インドシナ戦争中の1951年2月、第2回党大会において、共産党組織が復興し、ベトナム労働党が結成された。法は労働党主席に就任し、党と国家の最高指導者として、 ベトナム民主共和国を直した。しかし、日常的なトームは、第一初期のチュオンチンに委ね、戦争終結後の1955年9月には、首相職をファム・バン・ドンに譲った。チュオンチンが、急進的に行った土地改革が失敗し、1956年に、当第一初期を解任されると、法は第一初期を兼任したが、 1957年には、レズアンを第一初期代理として、再び東部を委ねた。だが、ベトナムの統一方法をめぐって、ジュネーブ協定の完全実施という平和的な方法を取ろうとする、法と武力による統一を目指すズアンは対立し、ズアンが党指導部を掌握すると、法の影響力は外交の面に限定されていった。法は国家主席検討主席として、 国政の重要問題について最終的な決裁を下す立場にあったが、集団指導の原則に従って、党政治局の決定を再択するだけで、党内人事、国内問題などの決定にはほとんど関与せず、図案指導部の決定を容認していた。国内の統治を党と政府に委ねた、法は国家主席として、ソ連や中華人民共和国などの友好国との交渉や、 交戦国のフランスやフランスを支援していたアメリカなどとの駆け引きといった外交問題担当し集会やラジオ演説で国民を励ます役割を果たすことに専念した。フランスが撤退した後にベトナム進出を企都していたアメリカ合衆国はジュネーブ協定に調印せず南部に新米的なベトナム共和国が成立すると積極的な経済的 軍事的支援を開始した。ベトナム共和国政府がジュネーブ協定で定められた統一選挙をボイコットし、反対派に厳しい弾圧を加えたため、その独裁政治に対する抵抗運動が広がり、1960年に南ベトナム解放民族戦線、通称ベトコンが結成された。解放戦線は、ベトナム労働党の支援のもと、ジョニーフケネディ大統領の支持を受けて、 大規模な軍事介入を始めたアメリカ軍とベトナム軍と激しく戦い、ここにベトナム戦争が始まった。1965年2月7日にトンキン湾事件を起こしたアメリカ軍がベトナム民主共和国への爆撃、北爆を行い、50万もの大軍を投入したことでベトナム戦争は全面戦争に広がった。しかし、南ベトナム解放民族戦線は、 主要都市と幹線道路を除く農村地帯をほぼ完全にその勢力下に置き、1968年のテト構成で国際世論はアメリカに批判的となると、ケネディの拡大路線を継いでさらなる軍事介入拡大を進めたリンドン・ジョンソン大統領は再選不出馬に追い込まれ、翌1969年に就任したリチャード・ニクソン大統領は撤収を模索し始めた。 第一次インドシナ戦争の時とは違い、ホーチミンはベトナム戦争で強力なリーダーシップを発揮することはなかったが、1966年7月17日にラジオ演説で神米旧国劇文を発表して、独立とよしほど尊いものはないと呼びかけるなど、国家元首としてベトナム人民を鼓舞し続けた。 戦争終結に向けた動きが始まった1969年9月2日、心臓発作で死去。79歳没。1973年にアメリカ軍が全面撤退し、南ベトナム軍対北ベトナム軍の戦いとなったベトナム戦争は、1975年4月30日の最後の間落によって終結した、現在では解放記念日として祝われている。 その後、ベトナム民主共和国が主導して、南北統一が実現し、1976年7月2日、ベトナム社会主義共和国が成立した。南ベトナムの首都だったサイゴンは、戦争終結直後の1975年5月1日、ホーチミンにちなんで、ホーチミン氏に解消された。ホーチミンの遺書には、意外を仮装して、北部、中部、南部に分骨して埋葬すること、 戦争勝利後は、農業合作者の税金を1年間免除することなどが記されていた。しかし、ベトナム労働党政治局はこの部分を削除して、遺書を公開した。法は、個人崇拝につながる墓所や、霊廟の建設を望んでいなかったが、その意向は無視されたのである。政治局の決定により、意外は、ウラジーミルレーニンに倣って、永久保存。 エンバーミングされ、南北統一後、ハノイ市のバギン広場に建設されたホーチミン病に安置された。死後20年にあたる1989年、ベトナム共産党、南北統一後の1976年12月、ベトナム労働党から、解消政治局は遺書の全文を公開、削除部分は死去当時実行できないため、公表しなかったこと、全人民、特に生前に、 直接会うことができなかった南ベトナムの人民のために意外の保存を決定したこと、実際の命日、9月2日が国慶節、独立記念日と重なったために1日を暮らせて発表したこと説明し、農業税の減免について政府に定義すると発表した。ホーチミンは、その一生を通じて、ベトナムの民族自決と国家の独立を最大の政治目標としており、 その姿勢は時に国際共産主義運動の中で階級闘争を軽視する右派的態度と批判されるとがあった。インドシナ共産党時代から党が綱領、規約においてマルクスレーニン主義以外の基本指針を掲げることはなかった。しかし、1989年の東欧革命や1991年末のソ連崩壊によって社会主義が没落し、 アメリカナイゼーションと反共主義が世界を席巻すると一極体制、ベトナム共産党はマルクス・レーニン主義と並ぶ党の指針として法治民思想を掲げるようになり法治民個人への依存を強めるようになった。政治思想や手法には賛否両論にあるが特筆すべきはソ連のヨシフ・スターリン、中華人民共和国の毛沢東、北朝鮮の金日政など 革命によって権力を握った共産党指導者が独裁的になって反対を粛清する例が多いのに対し、ホーチミンは腐敗や汚職に無縁で禁欲的で無視な指導者であり、自らが個人崇拝の対象になることを嫌っていたことである。ホーチミンの指導下において政策議事は徹底的な討議を前提とした非公開の全会一致制とされた。 また、法治民は、次元の類を残さずに死んだため、後継指導者層や軍人たちの間でも、法治民が何も語らずに言ったのに、我々が何を言えるだろうとして、自己の業績についてほとんど語らないという伝統が、生まれた。法の慈愛に満ちた表々たる風貌、また腐敗や汚職、粛清に手を染めなかった、高潔な人柄は、民衆から損数を集め、そして愛された。晩年は、 南北ベトナムの両国民から、法王さん、BCH 白子と呼ばれ、親しまれた。一方、反響の南ベトナムからの難民が大多数を占める、ベトナム系アメリカ人や、他国のベトナム系移民らは、ベトナムを武力によって共産化した首謀者として、憎悪の対象と見られている。例えば現ベトナム政府の要人が訪米する際には、法治民は、 殺人者などというプラカードを掲げれたりする。死後40年以上経過するが、法の評価は二極に分裂して、まだ定まっていないのが現状である。共産政権の犯罪を検証したに統一後現在までのベトナムでの粛清などによる死者は100万人に上るという記載があるため、この記述のみを根拠にネット上などで法治民が大量粛清をしていたとする記述も見られるが、 実際には、これは、ベトナム戦争の死者数である上、この他にも、同社の挙げている数値については、裏付けのなものが多く、数多くの疑問や批判の声が上がっている、前室の英語版記事を参照。1950年代にホーチミンは北ベトナムの土地改革の過程で軍隊を動員して、地主や農民の放棄を鎮圧し、約1万5千人の国民を殺害した。 しかし、犯した大規模殺人という罪に比べ、今のベトナムへの功を重視されて1980年には生誕90周年、1990年に100周年、2000年に110周年、2010年には120周年、節目ごとに記念切手を発行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。